どうもネフェイトです。皆さん、チャプター6でとんでもない機能が実装されたのを知っていますか？それがこちら、シンプル編集。なになに？シンプル編集をオンにすると、編集の操作は一度押すだけで建築ピースを編集できるようになります。建築ピースに視点を合わせ、クロスヘアの位置を変えると編集の形状が変わります。オンにしてみるか。これで編集が簡単になるらしいんやけど、おお、なんか見慣れないのあるな。これで編集を一度押すと、おい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 、はあ、とんでもないもん実装してくれたね、ホウタイトくん。ねえ、ラマ。一回しか俺キー押せないよ。簡単すぎる編集が。はあ、回覧とかも簡単に。ああ、ネフェイト編集遅いからさ。これシンプル編集した方がいいか。編集が簡単なんだとは、この俺ね、床屋根からの壁編集めちゃめちゃやってんやんけど、あれ、ちょ待ってよ。おわあ、これやべえわ。あ、編集早いってこういうことなんだ。すげえ、これはやべえ。すごすぎる。はあ、まあ慣れは必要やけど、なんかこの右だけの丸編集とかできないのか。編集できるピースは減るけど、爆速で、あと編集ミスもしにくくなるのか、これで。これやばいわ。これ笑いになるわ。全然知らなかったね、こんなんの。プロとかみんな編集早いからさ、関係ないかもしんないけど、編集遅いし、編集ミスするしみたいな人は絶対これした方がいいでしょ、これ。やばい。ちょっとこれで、一回実践飲んだもんか。いきます。今回ね、編集たくさんしたいから、木材たくさん取れば取れるか。ここね、めちゃめちゃ取れるよね。まあ、最初なんか迷路みたいになってて、破壊不能オブジェクトかなーとは思っていたいんけど、まさかのここの竹、全部壊せます。これがね、またね、美味しいよね。やばない。一振り11もらえるよ。これ全部壊すのやばすぎる。爆速でね、木材がマックスまでいけるんで、これマックスしちゃおう。もうマックスだ。はい、シールも全然ついてねえよ、まだ。さすがにシール欲しいな。おお、敵だ。おいおいおい、ハント、おいおい、シンプル編集ねえちゃうんだぜ。はあ、ほんとすごいもん実装してくれたな、ホウタイトくんは。もう敵いる。どん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 行こうぜ。あ、もう編集すぐなんねえから。ふぅ、なんだろうこれ。なんかすんごい違和感感じるけど、まあ、ホウタイトを大胆なコツしてくれたなって感じ。おー、成功してた、編集で。壁編集とかが やばいね、スピード感が。ボックスとかもすぐ出るとだもんね。こんなスピード感編集できたら楽しいなと思ったのができるようになっちゃったらやばいな。編集早いと羨ましいなって俺ずっと思ったんやけど、まあ放題とね、もう7年やからね、もう俺編集うまくなんないよね、これ以上。だからこれ以上うまくなと思ったら、やっぱシンプル編集とかありがたいな。プロとかの人にはいらないやけど、どうしてもね、建築に制限はあるっぽいから、窓とか作れないし、この窓しかできないから、まあ、プロ級の人とかにはね、必要ないかもしれないけど、まあ、それ以外の人だったら、めちゃめちゃやり方必要なんじゃないかな。やっぱり、難しいから、放題と。建築、編集って。何ヶ月やってもね、初心者さんはね、そこでやめちゃったりするから、まあ、そういう対策なんかね、ゼルビューとかもそうだしね、いろんな人の放題とやってほしいんやろね。まあでも、ほんと大胆なとこしてくれたなって感じ。まさか、編集まで手を出さんで、これ簡単検知したらそのうち出てくるんじゃない？もう5年後とかだ。
ワンボタンのボックス、ピョンみたいな。出てきてもおかしくないよ、つい、こんなんできたら。もう何が来ても不思議じゃないね。ここでやっても、精霊認証してくれやつだ。水の精霊いますか。はい、いるいる。やっぱデッカっぽい、これ水の精霊でしょ。かわいい。なんか変身くせえやつだな、これ。なんか新鮮だから、面白いな。まあでも、これに関してはさ、まあいろんな声もあると思うけどね、批判の声とかも。でも極めれば、絶対、普通の変身なんすから。まあそこはいいよね。全員プロがこれに乗り換えるかとやったら、まあ、乗り換えてもいいけど、ほとんどプロは乗り換えないよしね。まあ、法廷とも、こうやって簡単だったけど、やっぱり、ちょっと前にね、俺、ストリートファイターやったんやけど、ストリートファイターを新作やったんやけど、簡単になった、初心者に入りやすいように。本当に昔ちょっとやっとったって、もうむずすぎてね、格闘ゲーム。必殺技は出せないのよ、むずすぎて。でも、まあ、簡単に必殺技出せなかったから、難しい、まあ、もう入んねえ時代なんかもね。なんか RPG とかもさ、なんか簡単になってるってか、なんかデベルアップもさ、しやすくなってるしさ、どんどん傾向がゲームの。みんな時間ないよ。上手くなる時間もないし、デベル上げる時間もないから。まあ、そういう時代なんだなって感じはちょっと感じたね。今回のシンプル編集で。うわ、いいやば。これさ、壁張り替えとか絶対強いよね。成功したとか。あ、どういった？ちょっと壁張り替え、こう、意識してやってみたいんやけど。おそらなんか忘れる、いつもくせなんか編集しちゃうとしようワンバート編集できんのに。まあ、全然シンプルにしちゃったように、もう形あってもんな、ある程度。これ極めたらやばいか。おお、はい、ねえ、ねえ、さ、変身が早い。こんなスピードから変身したことないよ、これ。張り替えがマジすごいね。今、ポンポンよ。今のさ、ポンポン、ポン。俺さ、こう相手ボックスいたらさ、階段変身が苦手すぎて、これの。なんかいつもさ、基本的に張り替えたってさ、屋根とか置いて打ったよね。変身苦手やから。でも、これなら俺でも、こうやって、いけるか。回覧編集でも。苦手でいつもね、屋根行ってる。これ理由だよね。回覧編集がマジ苦手すぎて。ああ、編集入ってこういう世界なんだ。ああ、プロは味わい設定だ。いや。まあ、ただね、編集。まあ、今までね、いっぱい練習してたからな。って待って。なんか、だいって俺新しいものね手出せんけど、この編集はちょっと一旦ノーダッチでいこうか。いや、めちゃめちゃ画期的面白いし、見ないとね移行した方がいいと思うんやけど、ちょっと考えさせてほしい。いや、この編集の楽しさとかもあるからね。あのシュッ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 っていう、今後使うかって言われたら、いやー、でもマジで一回編集とか遅いからな。ねえと、編集が早ければって場面めちゃめちゃあるから、壁張り替えとかさ、めちゃめちゃ起きるわけじゃん。一回バトルワイルド見て、敵のボックス。その時にこれやって、一発で張り替えてさ、
この爆速編集強い、強いよなでも弱いところはねもちろんあるんやけど、細かい編集できないとか。でも俺はまだまだ方程と続けるし、いやーでも伸びしろなさそうじゃない、編集に関してはいろんな編集とかできなくなるのも残念やけど、まあ、むしろでもこのおかげでやっぱり階段編集とかよく使えるようになったりするからさ、この編集速度だからこそできる技とかね、いろいろありそうやもんね。この件とか苦手やからやってないけど、この編集速度ならっていうのもあるな。いや今の時点でかなりものになってるもんね。そこがちょっと未知数すぎてやばい、本当にやばいやばいっすよこれ。変わったらマップとか武器だけじゃねえんだよな。革命だよ、革命、大革命。でもなんかリリー選手とかもだいぶ前からあったじゃん。まあ俺リリー選手使ってんけど、編集が早くなるみたいな。最初ものリリー選手はなーと思って使ってなかったけど、まあ今じゃもう余裕でリリー選手多いな。てかね、もう戻らねえよって考えともう、まあ、全然可能性あるわ、その人が使ってそうだリリー選手多いんですけどね、回ったんよね、リリー選手は。その時の衝撃力でかいわ。ああ。てな話をしてても怠慢や。来いよ。我シンプル編集だぞ。白白白あれかいっちゃうよん。はるかに来てもいいよ、爆速剣士で上がってやんよ。俺の編集入れ、いられたよ。編集編集編集、ワンタップ編集、ワンタップ編集どういった？そのボックスか。見て。編集が弱か、やばい、あまあまだまだ修行がいるってことでまあ今回はシンプル編集がやばいってことでね、まあ急遽動画にしてみましたあまりに衝撃だったんでね、まあ、よかったらチャンネル登録、高評価、通知もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。